取れてる。あーし、イエイ、ね、どうしようか。はい、では一つ目から見てみましょう。生き生きて素直な国に至りぬってやつですね。勝又、その一つ目の答えって言いましょう。答えは、お、その通り。おになる理由もどうぞ。スルバの国が場所だから。そうですね、2の上にある名詞スルバの国、これは明らかに場所を指し示しているので、これはどうも、各助詞として考えた方がいいだろうと。いいですね、答えを。いいですね。日垣さん、いくよ。武蔵の国に行き着きにけり、これの答えは、あ、いいですね、その通りです、あでございます。答えの理由もどうぞ。2の下にけりがあるから。はい、そのセットのことを、現在完了。現在完了。ほんま俺あんまりこう、あんまり古典の授業で現在完了をしてるものみたいな。過去完了セットですよね。何々しちゃったってやつでございます。はい、ちなみに一つ目の文は、駿河の国に着きました。二つ目の文っていうのは、武蔵の国に着いちゃったです。つまりどういうことかっていうと、連れてかれたんでしょうね。ちょっと来いよっつって、こう駿河っていうのは多分今の静岡、あ、武蔵か、武蔵っていうと今の神奈川県あたりですか。ちょっと来いよ、一緒に飲みに行こうぜとかって言いながら、こうやって髪の毛ガーってこう和田明子あたりに使われる、あいてててててとか言いながら連れてかれたっていうのが、その、2つ目の文のイメージになってきます。3つ目いきましょう。あ、これまず読んでもらおう。新井、先に突っ込んどくな。古文だからな。読んで。厳しい。はい、坂本。かんなずき。ここは4文字だ。はい。え？みそかじゃないよ。じゃないですか。じゃない、はい、巣ごもり。意味は、みそかでございますが、はい、これは神奈月巣ごもりって読んであげてください。神奈月巣ごもりね、神奈月って確か誰でしたっけ、なんかモノマネ芸人でいましたよね、なんか知んないけど、長州力とかね、武藤敬司の前とかしてる人ですけど。はい、じゃあ第1いきます。神奈月巣ごもり、まあ面倒くさいから10月の末、紅葉ちらで、赤ペンでで逆三角ね、何々ないでという逆説、打ち消し接続でした。はい、もみじが散らないで盛り、もみじがもうキラキラしてるなんていう感じだと思うんですけども、この6番の答え、大地は何したでしょう。い、よくできましたね、接続助詞でございます。なるという言葉は、これは断定の、失礼、まあ断定は断定でも多分存在の助動詞という言うべきなんでしょう。その活用語の下に2がありますので、まあ格助詞とかではないんだろうな、まあ格助詞の可能性もあるかもしれませんけどね。じゃあこの6番はどうやって掴んでいけばいいかっていうと、10月の晦日って季節にするともういつ、美希くん、冬ですよね。冬なのに紅葉がある。今僕軽く言いました。なのにって今僕言っちゃいましたよね。冬なのに紅葉がある。なのにと訳すことがその2はできるんです。ということで、これは逆説の接続助詞と呼ぶことができて、答えはい、接続助詞となるんだよということです。あとで何問できたかやってみるとしましょう。さあ、金岡が頭を抱えております。大丈夫ですか？はい。じゃあ次。じゃあ、新井くん行こっか。ね、新井くん C 大好きだもんね。さあ、一つ目から見てみましょう。今日より下りし時に皆人子供をなかりき、なんていうふうに書いてあります。まずはこれの答えから言ってみましょう。答えは、お、その通り。これはいいですね。死の上に下りという、まあこれもともと下るという余談動詞が下り、連用形になりました。そしてその死の下に名詞がある。まあこれで間違いなく、こいつは、過去の助動詞なんだろうということがわかるわけです。京都に下った時、京から下った時に人や子供がいなかった的な意味になるんでしょう。5番もあります。じゃあ、清野さん行きましょうか。これなかなか難しいやつですよね。はい。情けなき御心にぞ、物し賜らんと糸を通しってやつですね。これは難しかったですね。できたでしょうか。できた人はよく古文単語できてる人です。どうぞ。なるほど。古文単語帳で物すを探してみてください。
はい、友情出して、おばあちゃん。おばあちゃん、早く。おばあちゃん、早く出して、早く調べる。なかった忘れちゃった。お姉さん忘れた。じゃあ、久美子がね、久美子何番にあったモノス？35番にあったよ、あったようです。で、その、まあ、モノスの意味っていうのは、するとか、いらっしゃるとかっていう風な、意味になるんですけども、久美子、ここのちょっと活用読んでくんない？作業変革。そう、作業変革活用って書いてあるんですね。作業変革活用っていうのは、もう皆さんね、この気持ち悪い授業何回も受けてますから、多分3回目だと思うんですけども、てて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 てっていう風な感じになりますよね。ということは、ものしと書いてありますので、それは間違いなく連用形だと確定ができるんですね。上にあるものしは連用形だと確定ができます。 OK。 そして、このものしっていうのは今、久美子が言ってくれましたけども、左辺動詞って言ってくれたよね。作業変革って言ったもんね。ってことは、作業変革って答え書いてあるから、答えはあになったわけです。これは単語の知識を通ってしまった、なかなか難しい問題でございました。ごめんね。だから単語よく勉強しといてね。できた？はい、最後いきましょう。信濃なるつくしの川の、さざれ石も君子踏みてば玉と玉編む。じゃあこれ坂本くんいこうか。3つ目のこの文、答えをどうぞ。いい、その通り。これ別に C なくても訳せんじゃんってことでございます。ちなみに意味を言うとですね、非常にロマンチックです。だからロマンチックな声で読んでいます。信濃にあるね、つくしという川があるじゃんか。そこには石がたくさんあるよね。君が踏んだ石は宝石さ。気持ち悪い？そういう文です。なんか彼女との思い出的な感じ。なんかこう石があってね、何その石って言ったら、の、うん、これ宝石。いや石じゃん。いや実はこれね、彼女と信濃に旅行行った時に彼女が踏んだ石なんだよ。へえ。そういう文脈から抜いてきたやつです大丈夫？はい、そんな感じでございました。ね、ロマンチックですね。皆さんもなんかね、そういう、まあ、これ以上話したら脱線しすぎるんでやめておきましょう。さあ、6個ありました。6個。ですから、結局、おあい、おあいって感じになってたんですけども。さあ、この6個の、ちょっと採点の方をしてみたいと思います。では、皆さん全員手を挙げてください。今から数言いますので、思いっきり手を下ろしてみましょう。いきますよ。6。おー、半分折れた。いいね、いいね、いいね。5。おー。5問以上できれば十分だと思います。 C 難しかったしね。さあ、じゃあ今日の授業に入っていきましょう。今日は頑張ってぜひ5、6、7といきたいね。新井に苦渋の顔をさせながらも俺は3ついきたい。いい？いっていい？よし、じゃあいくぜ。はい、では参りましょう。5番でございます。5番は、何でしたっけ。はい、背の識別でございます。背の識別、そのノートに書いてある通りでございます。まず背で考えられるのは助動詞。考えられる助動詞一つ目が過去の助動詞。皆さんのノートに書いてあるかと思いますが、過去の助動詞っていうのはもともと木だったはずです。それが背として出てくるのは背、罰、木、し、しか、罰、こんな感じだったと思います。過去の助動詞の背というのは特別な時にしか使えません。すいません、皆さんは1ページ戻って4ページのこちらをご覧ください。半日仮装と言われるもの。僕とかもよく言われましたね。半日仮装どんなやつかっていうと、久保木先生が痩せてたら付き合ってあげるのになとかっていうようなことがありましたけど、僕太ってるじゃないですか。太ってるでしょ、正直言いなさいよ。太ってるだろ。ああ、体重も今も3桁だふんって感じがするんだけど、半日仮装っていうのはありえないことを仮定する。だから僕が痩せているってありえない仮定でしょ。これ見て痩せてるって場合は眼科行った方がいいよね。ね、あれこれで痩せてるって言ったら眼科行った方がいいよね。いい体型してるじゃんこれ完全にね。はい、というふうにありえないことを仮定するもの、これを半日仮装と言います。その半日仮装というのは公式めいたものがあります。はい、ありえないことを A と言われる場所で書きます。で、 A、 例えばセバとか A、 マシカバとか
たまには A ませばとか、たまには用言持ってきて未然形プラスばというふうな形にして置いておいて、その後 B を書いておくわけです。 B まし。半日仮想を見分けるポイントっていうのはものすごく簡単です。なんか知んないけど君たちは多分こういう背に線が引かれてあったりすると思うんですね。こういう背に線が引かれてると思うんです。でこの背が、過去の助動詞だよと、過去の助動詞だよっていうふうに言うためにはどうしたらいいか、難しくありません。マシあったら終わりです。マシあったら終わりです。OK。 だからなんか知んないけど線に引いて、線に線が引いてあってマシって書いてあったらよしっていうふうになってくれればいいわけです。もう一回言いましょうか。今イン踏んでましたからね。線に線が引いてあってマシが見つかったらよしと思ってください。なんだよ。はい、それは過去の助動詞だっていうことができるからです。はい、ですから過去の助動詞を見つけるのはさほど難しくはない。めんどくせえのはその次、受け身可能自発尊敬の助動詞ってやつですね。はい、受け身可能自発尊敬の助動詞ってじゃあどういうやつかっていうと、受け身可能自発尊敬、さっきこの性過去の助動詞と書いてありましたが、基本的に過去とか完了とか表すものの上っていうのは連用形になるなんていうのはもう皆さんね、1回目の授業から受けてくれる人はみんなタコできるぐらいやってると思うんですけども、受け身可能自発尊敬の、まあ、性、まあ元々は素だったはずなんですけども、それは上は未然形になっているよ。で未然形っていうのはその大概があの音になってるよというふうな、まあ、ものなんですけども、受け身可能自発尊敬の性を見つけるときには、まあ、まずその性の上が未然形になっているかを確認しておくということ、そして受け身可能自発尊敬はるだよね、ごめん、私益尊敬だよね、ごめんなさい、私益尊敬か、なんか私益尊敬だったら難しくないじゃん、ありがとうございますって感じがする。君たちは尊敬の背っていうのは大概この形で見るから、こっちは死、こっちは死の書いてある。大体この下にこれが書いてある。下だよ、下だよ、下ね。背たもを、させたもをという形で見かけることがもうほとんどです。ほとんどです。この形になっていたらこの背というのは 92% 尊敬と言ってあげていいでしょう。この 92% っていうのはいやらしいよね。残り 8% この形でも背が、私益になる可能性があるんです。私益になる時っていうのは背たまおがなくていきなり背だったらそれはもういきなり私益って答えてくれて構いません。背たまおの形で私益になる時っていうのは解消というものが眠っているはずなんです。だって私益って誰かにやらされないといけないでしょ。例えば久保木清野さんにパシラルっていうような感じにならないといけないわけじゃないですか。必ず誰かが誰かを動かさなきゃ私益って成立しませんよね。誰かが、操縦士が操縦されるロボットを操縦しなきゃいけないのがチャンカチャンカチャンカチャンって感じでさ、はい、そういうことですので対象がいないといけないんです。その対象というのは必ず古文ではにしてで表されるんです。でそのにしての上にですね名詞があったらもう完璧なわけです。名詞なんて分かりにくい言い方しなくてもいいですよね。人物名プラス2があったら間違いなく操縦してるんです。間違いなく操縦してるんです。はい、聖多毛は基本的には尊敬でいいんだ。でも上ににしてプラス名詞のこの形があったら、あ、それもしかしたら私益の可能性があるなというふうに疑ってください。続けて左辺動詞っていうのはもうここにも書いてあるけど、静止数数すれせなんていうふうに書いてありますな。多分こういうのを見分けさせるんでしょう。そして皆さんごめん、単語帳持ってない人はまあちょっと後で、あれしてほしいんですけども、あ、単語帳持ってない人は赤ペン出しときな。はい、尊敬の余談動詞、下二段動詞なんていうふうに書いてあるじゃないですか。これをちょっと今から確認していきたいと思いますので、じゃあ今から俺こう指さしていくから、指さしていくから単語帳持ってない人一旦手を挙げて、その二人は指さないでおくから今から言う単語を全部調べてね、いくね、番号で調べてね、300番、301番、309番、
311番、312番、313番、314番。とりあえず今刺された人はそれを調べてください。で、その他の皆さんは、その番号の隣にそのほら番号がなんか書いてあったじゃん。今言った300、301、309、311、12、13、14って感じでさ、その隣にどんなその尊敬の四段同士があるかっていうのをメモっておきましょう。では300番の方からいきましょう。300番なんて書いてあった？メス。メス書いておいてね。メス全部ひらがなでいいよ。301番はおぼす。おぼす、いいね。おぼすっていい言葉だよね。うろおぼすって感じだよね。何言ってんのって感じですね。すいません。309番はうん、つかわす、つかはす、つかはすですね。今回はその単語の知識も問うている問題だったんです。311番はきこしめす、きこしめす、書いておいてね。きこしめす。312番は白しめす、白しめす、白しめす。313番は おはします、おはします、おはす、おはします。なんて書いてあるかな。続けていくね。314番はいます、います、なんていうふうに書いてありますね。はい。で、これ共通して言えること、まあ例外もあるのかもしれませんけども、今から君たちが尊敬の四段同士をもし探せって言われたとしたら、だいたい今言ったやつに共通しているのはま、せ、め、せ、だいたいこういう形になってますよね。メスとかさ、きこしメスとかさ、おわしますとか、だからマッセメッセっていう風な感じですね。幕張でメッセっていう感じだと思うんですけども、こういうマセメセの形というのは尊敬の四段同士を取りやすいということも覚えておくといいでしょう。続けて下二段同士というのもあります。さっき刺されてないのは沢田君からだよね。290お願いします。第1位291、天貝君292、はたまたもう一回よろしく298、めんどくさいからみきくん306。皆さんはメモる準備をしておいてください。さあ下二段動詞と言われる敬語動詞もあるんですけども、それを確認してみましょう。じゃあ290番からよろしく。のたまふ、のたまふ、のたまふ。もうちょっとあるの？はいよ、読んで。のたまはす、のたまはす、のたまはす。ありがとう。291番第1よろしく。おほす、おほす、正確にはおすって読みますよね。おほす、いいね。292番、きこゆ、これ危ないね。きこゆよく出てくるんだよ、活用の問題でね。298番、たまはす、たまはす、いろはすじゃないですよ、たまはす。いいですか。そして306番、マイラス、マイラス。というふうなものだよっていうふうなことでございます。それでは今から皆さんに問題を解いていただきたいんですが、多分ですけども、前回ほら4番がむちゃくちゃ難しいってみんな言ってくれたじゃん。あの多分僕はこの問題集作ってて一番きついのは4番の次は5番だと思うんです。5番、ちょっと問題の先に見ておきましょう。次の防線部の用法を選択肢の中から選べ。ただし ここね、ただし該当する選択肢がない場合は×と書きなさいね。もう新井君がね、勘弁してくれよって顔になってると思うけど、これつまり7択ってことです。あ、い、う、え、お、か、×ってことです。7択でございます。もう清野さんが楽しそうな顔してやってくれそうですけども、さあ、じゃあ清野さん、これ何分ぐらいですよ。はい、では8分で参りましょう。レディーゴー。イエーイ。じゃあストップウォッチ8分用意してね。
あと4分。おごめんね、聞かれるけど。そう思うと桜井先生が言うお前ってナルシストだよねっていうのはあの町に間違ってはいないのかもしれない。どうでもいいのタイプとかさ。7番がむちゃくちゃ難しいと思います。ラスト2分。よく分かんなくなっちゃったから全部バツつけようと話したよ。そろそろ余裕ですから首しちゃっても今日全部刺していいぞってことなんでしょう。全部刺そう。さっき自分がメモった言葉をたくさん結構使うと思いますんでね。ちょっと伸ばしますか。ここからあと3分。ここまで来ると前回の知識を使うっていうことも大いに考えられますからね。楽しくなってきましたね。皆さん全くそういう顔してませんけど、みんなの顔取りましょうか。
はい、では行きましょうか。ちょっとこれかなり厳しそうな感があるので、今日はこの5番の全ての問題に関しては僕が解説をしていきます。ご覧ください。1番からかなり厳しかったんじゃないでしょうか。昔の様にて大島させばや、この姓は大丈夫ですか。はい、この姓はどうなるか。まず大島さって書いてありますよね。これはもともと大島すという独立した単語です。その下にある僕たちは姓を聞かれているので、おそらくこの姓は助動詞のはずなんです。はい、せ助動詞は詞液か尊敬しかなかったはずです。詞液か尊敬、どうやって見抜いていこうかなっていう話なんですけども、そもそも背の下に玉王があればそれは尊敬と取っていいよって感じだけど、これ背の下に玉王はないですよね。背の下に尊敬語はありますけども、どうもこれ尊敬っぽくないなと。とどめはここです。に、対象があるわけです。これは人物ではないけど対象を指しています。これ一体全体1番の文を訳すとこんな感じになるんです。まるでね、これから同窓会がある的な感じなんですよ。訳していますね。例えば僕は檜垣さんと同級生だとして、15年後檜垣さんと会うことになったと。その時に例えば僕はこういうわけですよ。あー檜垣氏、昔の様にてお足まさせばやーって感じで思うわけですよ。どういう意味かっていうと、昔の様、様は様子です。昔の様子でいらっしゃればいいな、会ってほしいなという意味になるんです。 OK。 はい、ごめんなさい、これの答えを先に言っておきましょう。これの答えはもちろんこいつは詩役の助動詞ですので、うになるんではないでしょうか。これ丸ついた人は結構少なかったと思います。できた人。お、おらいいね、いいね。はい、2番は大丈夫そうですね。はい、マイナスというのは下二段動詞ですよね。で終わりです。はい、下二段動詞この中ではかになるんでしょう。ねえはい、そうだから皆さんに単語帳を確認してもらったんだよ。化け物を信仰せるにこそ。さあ大事なのはこれ、前回の授業、前回4番の授業でこんなことありましたね。 C とか C がついてるときにそれが作業変革動詞なのか作業変革動詞以外なのかっていう見分け方をずっとやってきました。ういちゃんに聞いてみます。信仰せと書いてあります。じゃあこれ左辺動詞 or not どっちでしょう。これ左辺動詞ですよね。だってもうこれ漢字2文字ズゴーンと来てるもん。名詞じゃん、名詞プラスすじゃん。今回はせでしたけど、ですのでこいつは全体左辺動詞になるわけです。OK かな。はい、ですのでこれは左辺動詞の、一部というふうな感じになるんではないでしょうかね。そんなやつありましたか。ありましたね。い、左辺動詞。はい、答えは左辺動詞というふうになるわけですね。続けていきます。4番、電に聞こえて、これはじゃあ久美子に読んでもらおう。4月って読むなよ。うずきと何を思うと急がせたもうなり。お、あらい、せっかくだからこれやっとくか。急が、緑で引いといてください。急ぐは全く急いでません。どんな意味でしたっけ。準備する。その通り、準備する。あ、もう4月だ、準備しなきゃ。何の準備なんでしょうね、わかりませんけども、まあ4月の準備なんでしょう。急がせたもうなり。ということは今皆さん、僕の話を聞いていただいて分かる通り、急がもともとは急ぐという余談動詞でした。それががになってるから未然形、その下にせがありました。このせを聞かれているわけです。もちろんこいつは助動詞なんでしょう。で、どこにも玉をも何もねえからこいつは詩液の助動詞でいいんじゃないでしょうか。はい、失礼、あ、これ詩液じゃないですかね。ちょっと待ってください。あ、
デブしっかりしろって話ですよね。もう清野さん睨まれちゃう睨まれちゃうってね、ごめんなさいね、セタモーって書いてますもんね。はい、ですのでこれは尊敬の助動詞でいいでしょ、上に2とかねえから。はい、答えは尊敬の助動詞で、え、どんどんいきましょう。いかなるべきことにか、いかなるっていうのはどのように英語のハウに相当しましたから、どういうことなんですか、かは青ペンで丸つけてハテナマークつけておいてください。どうしたんだ、へへいウェイウェイって、そんな感じですね。ちなみにかの上にあるにっていうのは組子、これ助動詞なんだけど何の助動詞か覚えてるよね。かやこそのような形助詞の上にあるには大丈夫、かから始まんないな。坂本、断定でしたね。はい、その2は断定の助動詞でございます。と思い回せどと書いてあります。さあ、思い回せどって書いてありますね。これもなかなかきっちゃい問題でございました。さて、確認してみましょう。じゃあ坂本くん、続けてこんなことを聞くね。どってどんな意味だったっけ。その通り、逆説だよね。じゃあ逆説の上にあるこのどという逆説の上にある思い回せっていう多分動詞なんだと思うんだけど、これって何形になってんだろう。どの上、以前、そう、以前形だよね。そうするとある可能性が消えるんです。左辺動詞では絶対ないはずなんです。だって左辺動詞って今日4回目だけど、せしすするすれせでしょ、すれじゃねえじゃんっていうね、ふうになるわけなんです。ということはこれはどんな動詞なんだろうっていうふうに考える。さあ、考えるときにはやっぱり4番の知識を使うといいですね。僕たちは名詞プラスすというのは左辺動詞になるよ。その名詞っていうのは、こういうふうに漢字2文字がついているときもあるし、形式名詞化して、転生名詞化して、いの音にせがついてる、すがついてる、しがついてるっていうのが、まあ、なんちゅうかな、左辺動詞だよってやつだった。じゃあ左辺動詞じゃないときって大体どんな感じになってるんですかっていうときって、はい、4番のところを見返してもらうと分かると思うよ。あの音、えの音、プラスすとか、まあすが活用し、しとかせとか、こういうときっていうのは左辺動詞以外左辺の活用をしないぜということを言うことができたよね、なんていうのを皆様にお話したと思う。簡単に言う、これは左辺動詞ではない。そして、じゃあこれ、以前形がせだ。もともと思い回す、以前形がせ。思い回すに図をつけると、思い回さずというふうな活用するから、余談動詞だ。ただ、この余談動詞、尊敬の意味はない。誰に使ってもいい。思い回すっていうのは、思いを巡らすってことだ。純恋歌みたいにこんな感じでみんなにタオル振ってくれりゃいいわけ。ということは、これはただの余談動詞。そんな選択肢はどこにも存在しないから、答え5番は×。×かけた人そこに。あ、素晴らしいです。素晴らしいです。はい。なかなか×書くのって勇気いりませんか？ね。はい。なかなか難しかったと思います。6番参りましょう。よくだにせばっていうふうに書いてありますね。よくだにせば、後世を取り手むずるぞ、ほいなるべきって書いてありますね。これも難しいっす。書きます。まずこんな質問をしてみよう。男爵よくダニセバのダニってあるじゃんか、ダニってどういう意味。ダニって本当は言った方がいいかもしれない。間違えました。ないね、でさえなんていう訳し方するんだよね。素晴らしいね。もう一個質問していい？品詞は？女子。いいね。もうちょっといじめていい？ごめんなさい。あ、いじめるじゃなくて、もうちょっと深めたい。女子って4種類あったよね。副女子。おお、いいね。この何は副女子でございます。服と
というのは添えるという意味合いがあります。添えるってどういうことですか？いらないってことじゃないですか。前に話しましたよね、形助詞っていうのは一旦訳すときは外してええぞなんていうような話をしたと思います。この何も一旦外せばいいんですよ。だからよくしたんですよ。よくしたんです。よくせばよくしたってことでしょう。はい、つまり何が言いたいかっていうと、この「せ」っていうのは単独で使うことができる「せ」なんでしょう。単独で使うことができる「せ」ってこれもともと「す」になってますよね。つまり「す」という動詞なんでしょう。よくしたなんていうふうに、よくしたのでっていうふうにでも訳すのかな。そうするとどういうことかっていうと、これ、答えどれになるかって言いますと、単独で使う左辺動詞ですので答えは「い」になったんではないでしょうか。 OK、 さあどんどんいきますね。はい、あそうだ、あ新井ごめんごめん、忘れてた「ほい」っていうのがあった。はい、皆さん「ほい」チェックしておいてください。「本意」と書いて「ほい」、これの意味は兼ねてからの話題。はい、どうもありがとうございます。まあもうそろそろ笑いも慣れてきたんでね、そろそろ違う人をこれからターゲットにしていきましょう。7番いきます。若き人は、では緑のラインペン引いてください。目で、じゃあ違う人をターゲットにしてみましょうね。じゃあ新井、目図ってどういう意味？ああ、いいですね。可愛がるとか素晴らしがるという意味合いがあります。可愛がる、素晴らしがる。はい、若き人は目でたまえぬべく聞こえ知らせたまえどと書いてあります。さあこの背も考えてみようということなんですけども、背の下にはたまえという、まあ敬語の補助動詞が書いてあるんですけども、じゃあこの知らせって何やねんって話ですよね。さて、では今日はもうこれはういちゃんを指すともう僕は心の中に決めました。2回目の質問いくね。この知らせ、多分もともと知らすだったんです。知らすだったんです。余談同士 or not、 余談同士じゃねえや、左辺同士 or not。 いいえ、これは実は先ほど確認したこの形になってるんです。知ら、あの音プラス整数詞、左辺動詞じゃない形になってるんです。はい、もともとは知らすという動詞だったんです。さてこの知らすという動詞って一体何なんでしょうか。知らすという動詞は、実は君たちに敬語で勉強、さっき皆さんにチェックしてもらったと思いますけども、知ろしめすと同じ意味があったわけ。じゃあ知らす、知ろしめすにはどういう意味があるのか。これは実は知っているという意味ではなさそうなんです。そこで今から金岡に3分間だけ日本史の授業をやってもらおうと思いますので、金岡、僕の質問に答えてください。参ります。多分金岡はですね、この字を見かける時っていうのは平安から鎌倉の間にいるあのハゲちゃんがいる時、ハゲちゃんね、今なんか知んないけど松山ケンイチが頑張って演じてるあのハゲちゃんがやってる時、大丈夫ですか。大河ドラマで松山ケンイチがやってなんか知んないけどなんか低視聴率で有名なやつありますよね。大河ドラマ平清盛の時にこの漢字が出てきました。多分こんな漢字で出てきたはずなんですけども、じゃあそれを可能かに説明してもらいましょう。そうなんです。あ、そうだ、日本人もう一人やってるやついた。いいね。治療国ってどういう意味？わかんないです。ええー、他にも、ほら、他にも、あ、甘い！お前の話になってた！え、自分の領地。そうです、自分の領地、自分が統治している国という意味合いがありますよね。つまり、知るにはこういう意味があるんです。統治する。つまりその知らすというのは統治しているという意味の言葉だったんです。さあちょっと意味脱線してしまいましたけども、この知らせっていうのはじゃあどういう活用になるのかってことですよね。この知らすっていうのはどういう活用になるのか。知らすの下にたまーふという、たまへですか、正確にはたまへというのがあります。はい、
敬語動詞が下にくっついた時っていうのは基本的に上を連用形にします。連用形にします。この巣は連用形になった時背になりました。どうも余談動詞っぽくはないですよね。余談動詞だったらあ、い、う、う、え、えってなるもんね。胃の音になってねえじゃんてめえって話になってくるわけだ。おなんやねんなんやねんって話になってくる。あれ連用形がえの音じゃあこれかと。ありますね。こいつ下二段動詞だったっぽい。そう、しらすというのはどうも下二段動詞。はい、知るかって話だと思いますので後でしらす調べておいてください。はい、ということでこれの答えを確認しておくと、こいつは下二段動詞なのでか。厳しいはい、難しい問題でした。8番参りましょう。あ、これはもう脳解説でね、ビシッと、大使が決めてくれるはずです。8番いきます。大使、8番の答えは正解、理由は正解。これは分かりづらくないですね。これを清野さんが訳してくれます。8番の、和歌を訳してください。もみじの葉っぱが流れなかったら、竜田川と呼んであげてください。竜田川の水の秋を誰がするだろう知って、誰が知ることができるだろうから結構です。はい、さてそこで清野さんに質問します。今この歌を読んだやつは竜田川のどんな様子を見てるんでしょう。竜田川にもみじの葉っぱが流れてる。そうです。もみじの葉っぱがまるでゴミくずのように大量にダーッて流れてるわけですね。ダーッて流れていて秋だなっていうふうに思ってるわけです。秋だなとか思いながら、もみじが流れてなかったら秋って分かることはできないんだろうなって書いたら、なんかみんなに褒められそうだな、うふっていうふうな感じで返したわけです。大丈夫、クミコトイレ行きたい？そのままない OK。 はい、続けてまいります。9番です。あ、9番は分かりやすいから9番はそうだな、今日まだ刺されてない人には聞いてみよう。じゃあ東さん、9番ちょっと答え聞かせてください。う、その通り。セイタマヘとあるのにもかかわらず何があった。人々にがあったよね。はい、名詞プラス2がありました。セイタモーだから尊敬と飛び込みたくなるんだけども、その上に人々にという対象を表す言葉があった。だから鳥飼いという大の歌をみんなそこにいるみんな人々に読ませたなんていう風に、お読ませになったなんていうような訳し方になるんでしょう。もう一度答え確認します。9番はうになるわけです。最後参りましょう。明けなむ、明けくれなむ遊ばせどと書いてあります。これは僕は答えをしてしまいましょう。10番の答えはお、尊敬語の余談動詞の一部というふうになるわけです。はい、お疲れさん。5番がきつかった、この四角5番きつかった。でももうみんな安心して、もうピークは過ぎた。ここからはもう君たちの頭の中にある知識が流れていくように解ける問題があるから安心して。6番いきましょう。6番ご覧ください。ルーレの識別ってやつですね。ルーレの識別ってやつです。はい、まずは皆さんの知ってるところからいきましょう。助動詞だった場合、ルーレが完了存続の助動詞だった場合には、はい、ルーレが完了の助動詞だった場合には、もう皆さん何回僕に言われてるかわかんないけど、 A プラスルーとか A プラスレーの形になっているよ。エダンの音プラスルーレーの形になっているからねっていうことを頭に入れてくれれば、良さそうですね。OK。 はい、1番はそんなに問題ないですね。2番がちょっとめんどくさいんです。受け身可能自発尊敬の助動詞ってやつ。受け身可能自発尊敬の助動詞っていうのは軽く噛みましたけども、未然形に、つまりあの音にプラスこのルーレがあった場合です。この時には、あ、こいつは、受け身可能自発尊敬の助動詞です、へーとかっていうことができるんですね。はい、ただこの問題はなんと受け身か可能か自発か尊敬かも見分けさせるという、
なかなかしつこい、久保木純一っぽい問題になっておりますので、それの見分け方か、見分け方かを簡単にお話していきたいと思います。そこに書いてある通りです。まずは可能からです。打ち消しを伴って不可能を示す。ですから君たちがなんか知んないけど霊とかと出会った時に、そのね、未然形の上に霊があって、その下に図があったとしましょう。この場合には不可能を表している。不可能の負の部分は図が表してくれているから、可能を表しているのは霊なんですね。 OK、 僕はこれを俗にレズの公式と呼んでいます。レズはできないと。恥ずかしくもなくここまで書いておこうと思います。はい、続けてまいります。心情語と絡んでくる自発の助動詞。自然と何々思われるなんていう訳し方をするんですけども、例えば思は、あ、書かなくていいですよ、思はれとかっていう形だったりだとか、あとはななまれという形だったりだとか、なかるというふうな形だったとかにするとき、そう、上に心情語がある。これ全部共通しているのは未然形になっているということです。あのとあのとあのとになってます。あのとにならないときもありますが、その下に例があったときには、例ルがあったときには、自発ですよということですね。はい、続けていきましょう。受け身、被害形の意味合いが多いです。名詞プラス2が上にあると受け身。つまりどういうことかっていうと、例えばういちゃんはね、多分目の前にいるこの太っている生物を見ていると多分ね、笑いたくなると思うんですね。でしょ、目の前にいるこの太っている生物がさ、すんごい一生懸命汗をだらだらかきながらさ、いいかい、ここの子分のところはねとかって言ってるところを見るとね、多分ういちゃんは今いい性格ですからね、そういうの顔にも出しませんけど、とにかく心の中に 2% ぐらいは太ってるなとかと思ってると思うんですよね。はい、例えばそれをじゃあ一行で古文的に表すとこんな感じになるわけです。はい、当然笑われるのは僕です。笑うのはういちゃんだった場合にはこんな感じになるわけです。こんな感じになるわけです。まず笑われているのは僕だと確認してください。笑われているのは僕だと確認してください。る、上はちゃんと未然形になっています。そしてこれが被害を表す、つまり受け身を表す場合にはその間に名詞プラス2がここにちゃんとあるということなんです。純一は水木さんに笑われてしまった、英語で言うところの倍に当たるわけです。大丈夫ですかね。はい、最後4つ目、尊敬、まあ、それ以外ってことでいいんですけども、尊敬っていうのはじゃあどういうふうになるかっていうと、まあ今の3つじゃなかったら尊敬と言ってくれればいいんですけども、気をつけてほしいのがこれですね。レタマーク、ラレタマーク、そこに書いてありますよね。レタマフ、ラレタマフって書いてあるときに、このレイラレとね、タモで二重尊敬って言いやがるバカ野郎がいるんですけども、そんな形は存在しません。このレイラレが尊敬になることはありません。尊敬以外のどれかにはなってるはずです。この形だったら。クミコ OK。レータマフ、ラレータマフって書いてたら下にタマフがあるから尊敬とかで言いたくなるじゃん、さっきのノリで。さっきセータマをさせたのを尊敬だったもんね。でも、これからやるルーレの時にタマフが下にあった時には、尊敬じゃない残り3つ、受け身可能自発から答えを探しに行ってね。ってこと。OK。それノートに書いてある通りです。はい、な感じでございます。で、まあ、最後、かの選択肢に、その他の用法というね、さっきのバスと変わんねえじゃねえかっていう選択肢が中に眠っていると思いますが、はい、皆さん、元気よく参りましょう。それでは行きます。はい、じゃあ今からその6番の丸1から丸14を解いてもらおうと思うんだけど、何分欲しい？8。よし、じゃあ8分で行きましょう。では、どうぞ。
大丈夫、その他の用法っていうのはルーレを単独で使わないってやつだからね、これなるじゃねえとかそういうやつねはい、形容動詞の一部じゃねえとかさ、そういうやつです。罰はなしですか。あ、その罰に当たるのが可です。あ、はい、すごい怖い顔してた痛い何か詰まったの方が面白い。
うん